QX18mm マカロフ弾は、ソビート連邦で開発された、拳銃、短期間銃用の弾薬である。旧東側諸国において 7.62EX25mm、トカレフ弾後継の拳銃弾として広く使用されており、西側諸国の QX19mm パラベラム弾に相当する地位を占めている。第二次世界大戦中に、 ドイツが開発した 9mm ウルトラ弾の資料を露客したソビエト軍がその資料をもとに開発した弾薬であるとされる。9mm ウルトラ弾はストレートブローバック方式の自動拳銃に使用可能でありながら 380ACP 弾よりも高威力になるよう開発された弾薬で第二次大戦中にはドイツ軍では採用されなかったが 戦後の西ドイツ警察の一部では 9mm ポリス弾の名称で採用された。9mm マカロフ弾は他国の 9mm 弾と比べて弾丸直径が 9.220mm とやや大きい。弾丸の運動エネルギーや弾道特性は 9mm パラベラム弾よりも 380ACP 弾に近い。マカロフ弾の発射圧について米国サーミの 公式仕様はないが、実験では140パ程度と計測されている。これは 9mm パラベラム弾の240パという数字に比べかなり低い。それゆえに発射時のエネルギーでは劣っているが、ストレートブローバック方式の銃でも使用可能で、ショートリコイル等の閉鎖機構を要するパラベラム弾より銃器の設計を単純化できる利点がある。ありがとうございます。